スタンドバイビー、ドラえもんを見たよ。まあ、今更ね、CG が不気味とはね、言わないと、視聴を始めたんだけど、<laughs> あの、開幕でね、<laughs> 夢の中で静香ちゃんをね、あの、タパタあがきながらね、あの、追いかける伸びたがね、<laughs> 気持ち悪すぎてね、もうなんかその <laughs>、決意をね、ポッキリ追ったね。いや、開 <laughs> 始まりのあれ気持ち悪すぎるだろ、動きが。 表情が。いやー、驚かされるわ。まあ、なんだろうね。まあ、見ててね。あの <laughs>、まあ、ドラえもんの出会いから始まるやつなんだけどさ。そこでなんかね、急になんか、せわしくんがね、ドラえもんに対してさ、なんか、成し遂げプログラムっていうのをさ、ドラえもんに <laughs> 設置してさ、のび太が幸せになるまで未来に帰れないよっていう、なんか、 なんか知らないことをしだしてさ。で、ついでに、幸せにしたら帰りたくなくなっても帰るようにしてるよって言っててさ。<laughs> で、ドライムが、そんなこと言えねえよって言ってもうか、もう、こってこての見え見えの前振りをしやがってさ。<laughs> と思ったけどね。まあでも、それ抜きにしてもさ、電流ビリビリは、なんか、ひでえだろうと思って。まあただね、 まあ、始まりの時はさ、まあ、なんか、いや、い、まあ、その、プログラムのせいで、いやいや、なんか、のび太くんの世話をするドラえもんみたいな感じでさ、ただもうさっさと幸せになってもらおうと思ってさ、次から次へとね、あの、道具をさ、<laughs> あの、提供するドラえもんはレアだなとは思った。<laughs> もうさっさと未来に帰りてえから。早く幸せになってよ、みたいな感じ。<laughs> で,もでもなんか、そのさ、道具を次から次へと出してるうちにさ、なんかもう、 いつの、いつの間にかね、<laughs> いつの間にかあの合流しているあの静香ちゃん、スネめジャイアンのあの三人。<laughs> いつの間にか一緒に遊んでるの。<laughs> あれなんかそこの紹介始まんないんだみたいな。もういつ、一緒に遊んでんのいつの間にか。<laughs> まあでもそれはね、あの、まあ映画というね、あの、2時間以内、1時間半か分かんないけどさ、その尺の中でさ、1時間40分だったかな まあ、急ぐための、まあ、動機づけとしてはありかなって感じは、しなくな、ね、い映画向きのね。で、そう、次から次へと、あの、道具出してね。さってね、あの、し、で、なんだろうね。まあ、<laughs> 実は静香ちゃんが好きだということをね、あの、聞き出したドラえもんはね、あの、すり込み卵を出すのよ。まあ、すり込み卵でね、 で、まあ、そっからは先はもうあの原作通りの流れなんだけどさ。で、そこでなんかドラえもんが、そのなんか道,道具ばかりを出してもなんかのび太くんのためにはならないみたいな、そういうね、あの、気づきになるのはいいと思ってんだよね。で、そこからね、あの、まあ、あ,あのエ,でエピソードって出来すぎがもうなんかものすごいなんか人間性の高さを発揮するわけじゃん。 で、それを見てなんか <laughs>、まあ、のび太くん落ち込むわけよ。でもって道具に頼らないって頑張ってね、算数の勉強してね、あの、テストでいい点取ろうとするわけよ。<laughs> でもね、あのー、 あの、テストが、漢字のテストがね、漢字のテストだったっていう、そういうなんか基本的なミスをして、また0点取ってしまってね、あの、自己んものすごい自己嫌悪に陥る伸びたくんでね。そこからね、あの、無視すのエピソードに入るわけよね、まあ。俺この流れはいいと思ってるよ。その、すりと、あの、つまり、道具出しまくって、道具で幸せにしたろうみたいなことして、すり込み卵のエピソードに入って、で、そこで、あの、 道,道具出す。まくるのはその、のびたくんのためにならないってなって、で、勉強頑張ってムシスカン、虫 <laughs> のエピソードは、ここら辺はいいと思ってんだよね。で、まあ、虫掴は、まあ、いつ、あの、原作通りの絵、やるだろう。で、こっからね、こっから俺ちょっとなんか、んと思うのはね、まあ、でも、虫掴のやつやってからさ、なんか未来が変わったって言ってた、あの、お嫁さんが、 静かちゃんに変わったわけよ。で、まあ、静、本当に変わったのかって、あの、気になってしまったあの、なんだったっけ。のび太くんは。で、そ、ここからね、あの、雪山のロマンスのエピソードに入るわけなんだけどね。俺、なんか、雪山のロマンス行くみたいな感じで。 そこ、あのね、まあ、まあ、パッて言うとね、雪山のロランス、ロマンスで、その後、あの、これ結婚前夜で、あの、なんだっけ、さよならドラえもんだったっけ。で、あの、まあ、で、エイプリルフールナあの、ドラえもん、あの、あと4、やつら、4つあるんだけどさ、正直、この雪山のロマンスがね、いらんか、いらんと思ってるのよね。あの、結婚前夜にそのまま行ってしまえばよかったと思うんだよね。 あの、それはね、まあまあ、ほぼほぼね、あの、原作通りのエピソードです。つまり、つなぎの部分を、あの、がオリジナルみたいな感じの映画になってさ。で、まあ、まあ、結婚前夜終わった後に、まあ、結婚前夜終わった後に、あの、のび太くんがすごい幸せを感じたわけよね。 やっぱりあ、あの、話を見て <laughs> で。でもって、その幸せっていうことになって <laughs>、あの、ドラえもんは、あの、いわゆる成し遂げプログラムが、あの、完了したから、あの、48時間以内に、あの、未来に帰らなきゃいけないっていう、強制で <laughs>。俺もなんか、ここでさ、なんか、あやっぱりそう、そういうこと、まあ、世話しいってたしな、みたいな。言ってたんだけどさ。<laughs> 強制的にか、帰るって、そこでなんか <laughs>、しかもまあ、ちょっとやっぱ帰りたくないよってちょっとなんか、言うんだけどさ、俺ちょっとね、なんだろうな、雪山のロンス、ロマンスじゃなくてさ、別のなんかドラえもんの絆を深めるエピソードにしないかなと思ってさ、か、なんか <laughs>、だ、なんだろうな、だってさ、すり込み卵で虫すかん <laughs>。 で、雪山ロマンス、結婚前夜の、この4エピソードからやってさ、やってさ、なんかドラえもんがこう、かなんか、のび太に対して帰りたくなくなるっていう、こと、あるかみたいな、そんななんか、なんかあんまりなんかこう、仲良くなった感じは感じないんだ、感じなかったんだよなぁ。 だから俺、だから、雪山ロマンス外してなんか別のエピソードちょっとドラえもんと、あの、親密になるようなエピソードを入れた方が良いいかったと思うんだけど、俺もなんだろうね、俺もうドラえもんの原作読んだの4半世紀ぐらい前だから <laughs>、あんまりお、あなんだろう、これといったエピソード覚えてなかてもうドラえもんの休日ぐらいしかないお、パッと思い浮かばないんだけどさ、でもそれはちょっと全然映画向きじゃないし、なんかの、 ロマンス以下のチョイスだと思ってるから <laughs>。ちょっとあんまりちょっと今思いつかないんだよな。ロマンス外して、じゃあ何でドラえもんとの絆を深めるみたいなエピソードを入れたら、原作エピソード入れたらよかったかってい思いつかないんだけど、俺、とりあえずなんか、雪山のロマンスはちょっと外してほしかったなっていうところがあるんだよね。だってさ、正直あの前振りでさ、もう強制的に帰る流れは分かってたからさ。<laughs> なんかこう、ドラえもんとの、 絆を深めるやつを一つ入れてよって思いながら見てた。<laughs> まあ、ぶっちゃけほんとなしとげプログラムってやっぱりなんかノイズ感あるななんか、そう思っちゃったんだよな思ってさ、なんかいちいち電流ビリビリ流してさ、すげえなんかドライムが苦しそうなんだよな。俺、あれセットしたわしくんがさ、なんか鬼畜かないかかと思っちゃってさ。 なんか、セワシ君に対してヘイトがよるよ、あれ。よくも、まあ、前、自分の子守りロボットにあんなビリ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 さ、なんか、故障一歩手前までになるような電流のプログラムをよく設置できたなって。思わなくもないんだよな。と、そこ気になるな <laughs>。で、まあ、そこでプログラムの、 だから、そのプログラムのせいで帰れな、帰れなくなるっていうのはよくわかんないけどさ、あの、原作通りなんかあの、もうなんか法律で決まっちゃって帰れなくなる。その、か、過去にいられ、いられなくなるっていうのは、っていうのはわかるんだけど、プログラムでもう二度と過去に戻れないみたいな。ちょっとよくわかんないなって。あ <laughs> ってさ、まあ、そこがまずノイズだったね。でもって、まあまあ、そこでまあ、あの、エイプリルフルであれやるわけよ。 あの、嘘エイトや、8をやってさ、まあやる,やるわけなんだけどさあの、ドラえもんは帰ってこないとか言って。ただそこでさ、なんか、そ原作通りのセリフを言うんだよな、ドラえもん。なんか、<laughs> 急に、<laughs> 急にここに来てもいいことになったのって。よく、え、だってお前、成し遂げプログラムで行けなくなったんだろうって。なんか。 なんか、あの、なんもうなんかわ、わけがわからない <laughs>。ちょっと、ラストゲプログラムはちょっとノイズすぎるな、と。俺は思うんだけど、まあ、でも、まあ、原作のなんか有名エピソードをさ、あの、まあ、こう、呪つなぎに繋げたような映画だから、まあ、見れなくはないんじゃないかなと思うんだよな。やっぱ、まあ、映像不気味だし、<laughs> 不気味だと思うけど。 うんなんと、無視感かまでは結構なんかいい感じやなと思ったんだけどな。雪山のロマンスからな <laughs>。まあ、ちょっと気になるところはあるけど、まあそこ、まあ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 、でもやっぱりね、そ、だい、なんかほぼほぼだいたいなんかそのエピソードに入ったらさ、だいたい原作通りでやるからさ、 まあそこの原作通りのところは面白くあるからさ。まあ、<laughs> なんだろうな。3D が好きな人はいいのかな。まあ俺は <laughs>、俺はなんかい,いまいちなんかあの,の、なんか伸びたがちょっとややき、ややきもすぎてね <laughs>。ややきも感じてしまってね。そこが乗り切れなかったけどまあでもなんか、まあまあ、普通、普通かな。まあ <laughs>。 まあ、ほどほど楽しめたよって感じかな。